チェンジアップなりフォークなり持ってますんでね、はい、やはりもうそれまで早いカウントのストレートスライダーカットボールですかね、そういうボールが多いんで行った方がいいですね。4番では3割7分6厘ホームラン10本放っている浅村、これです、ね、右中間へ上がった伸びていった、これはどうかな、これも入った、浅村同点スリーランが出ました。第16号の浅村同点スリーラン、1回はホームランの応酬、長谷川が打てば浅村も打ちました、3対3同点、浅村6試合連続打点、長谷川と同じようなところに入ってきました。いやいや素晴らしいですね、今の打ち方が本当にね、内村選手そんなにできてなかったんですけど、はい、今見て改めてすごいバッティングしてますね、いやそれはねもう4番の風格出てきましたよ、いわゆるホームランバッターではないんですが、しかしこの4番で、まあ、いいところで本当ホームランを打つという印象が強い浅村です。まあ右バッター、右ピッチャー、右バッターに行くのやっぱり真ん中に逃げていく方が多いでしょ、右バッターっていうのはやっぱりああいうように呼び込んできて右中間に放り込む、長打が出始めたら本格的な本物の4番バッターですね、あのいいバッターですよね。